王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どれほどの犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。しかし王といえども迷い悩むこともあるだろう。その時はそばでノクティスを支えてほしい。友として、兄として、どうかノクティスを頼む。どうか俺を許してほしい。祭壇を目指す。陽動を展開してくれ。敵の戦力を分散させたい。了解だ。どこか見渡せる場所は？偵察兵か。面倒だな。
キリがない。いや、とどめだ。はっ、いや、いや、巨神の攻撃により水陣が消滅。市街地に展開していた帝国兵は祭壇へ殺到中。戦線を放棄。全隊は直ちに撤退を開始せよ。繰り返す。全隊直ちに撤退。帝国の船がまるでおもちゃだ。急ぎ。
祭壇までのルートも。東の橋を越えれば行けるだろう。まだあればだが。了解した。迷っている時間はない。向かってみる。健闘を祈る。首相、聞こえますか？何かしら。ロクと救出に力を貸していただきたい。水神と巨神の戦いで今はそれどころではないのだけど、ルーシス王もカンナギも生きているかどうか。必ず生きています。二人をここで死なせはしない。兵に情報を集めるよう伝えておくわ。ただ当てにはしないで。こちらイグリス、聞こえているか？聞こえてるよ。状況は？頑張ってるんだけど。まだ片付きそうにね。分かった。いや、いや。
順将、ルナ・フレーナと指輪の捜索はどうなっている？はっ、目下全軍で祭壇を攻撃中ですが、前方に巨神が立ちふさがり、苦戦を強いられています。巨神やノクティスを守っているのか。戦闘が長引けば、ルイス王とカンナギを生きて捕らえるのは不可能。祭壇には私が行く。軍を交代させろ。しかし、この腕のいきさつを知らないわけではないだろう。指輪は回収するだけでは意味がない。承知しました。若造、属国出身の分際で偉そうも。どうせ妹の身を案じてるんだろう。祭壇ルートはどこだ？祭壇への道は。
市へ全域より撤退する。3分以内に渡船場に集合せよ。ボートを用意してくれ。祭壇に向かう。正気か、武者だ。王を助けるためだ。頼む。彼の言う通りに。了解です。感謝します。この菓子高くつくわよ。聞こえる。おい、無理しろ。聞こえてんなら応答しろ。聞こえている。らしくねえぞ。気持ちはわかるが冷静になれ。そんなんじゃ僕とは救えねえぞ。俺たちも必ず追いつくかんね。分かった。うん、よし。はい。さい。うん。や。せ。はい。あんたか。準備はできてる。恩に消え。早く撤退しろ。ここももう持たない。本当に生きてると。当たり前だ。無事は祈る。あんたと王様に。急がなければ。右か。ここからなら祭壇に行けそうだ。ルシス王の側近、あなたの顔は覚えていますよ。降伏すれば痛みなく殺してあげましょう。断る。さっさと死になさい。来たか。遠慮なく行きますよ。
その私です。仕方ない、時間が惜しい。こちらから行くぞ。レイブス。